私がもう小学校の頃から国民の三大義務として、納税の義務、教育の義務、徴兵の義務、三大義務でしたから、それはもう小学生の頃から本当叩き込まれていましたから、小学生の6年生の頃だったかね、あの2600年、紀元2600年という記念行事がありまして、その頃からはもう軍国主義の社会でしたね。もうその頃は何としても兵隊にならなければならないと、出世とは兵隊になることだと思い込んでいましたね。軍から派遣された配属将校というのがおりまして、少尉中尉ぐらいの階級の兵隊でして、これは赴任するときに天皇の命によってやってきたと、俺の命は天皇の命であるということを宣言して教育しましたね。でその他に、将校の下に下士官の階級の者が2人、その下に、教練教師というのがいて、この配属将校の指図によって、授業してましたね。服装も非常に厳しくて、帽子のかぶり方も傾いたらビンタが飛ぶような状態でしたね。心の中というのは服装によって制御されますから、服装をきれいにする、正しくするということは非常に厳しかったです。自分で防衛隊の隊員一人一人が作るんです。竹槍とは言うが、みんなが竹であるわけじゃなくて、1メートル80ぐらいの長さに切って、それに先っちょを尖らして、これを竹槍と呼んでいましたね。この棒の先に金属の切れっ端を見つけて、これを棘を作って、これを取り付けていましたから、私の竹槍はより上等でしたよ。もうこれたちは味方ではない敵だと思っていましたね。だって彼たちは来る時はてめえたちを守りに来たと言うておったんだが、いざ空襲が始まると、てめえの島はてめえが守れと言うて、防空壕に、また兵隊の入る防空壕をより大きく兵隊たちが作ってありましたよ。そこに入ることは防衛隊はできるけれども、一番奥まで入るのは兵隊でしたからね。入り口の近くには防衛隊が置かれていましたよ。だから尊敬はできなかったね、全く。かえって腹立つ技ばかり見ていました。かえってもう僕たちが防衛隊の隊員を組織して、兵隊たちと行動を共にする頃には、もう家庭はもう食べ物もない、家畜もみんな兵隊が持っていった、牛もいや馬もこれは天皇陛下のものだと、連れて行って戦争に参加すると言って持っていくけれども、ヤギなどは戦争に参加されるものではなくて、みんな食べてしまったわけですよ。牛も馬もみんな食料にしたそうです。これを見送る時はもう家族揃って泣きました。そのように食料も急防してきましたね。あの頃はストライキという言葉なかったから、とにかく軍に対して抵抗して手をかけて、兵隊を殴ったりしましたよ。兵隊に手を出したら、これは重衛装といって死刑かなんかになる決まりがあったんです。それでもやりましたよ。で軍の上官の命令は絶対であるというふうな教育を受けてますから、絶対とは絶対のというんですからね、もうそれを知りながらももう我慢ならずに抵抗したことがありますよ。もう少し詳しく話しますと、1週間目には土曜日には大体うち帰って食料持ってこいと言って返されるんです。その日は月の晩でした。帰りしな、我々はみちみち相談をした、相談をしたのが食料持ってこないことという相談に落ち着きましたよ、みちみち。そして12時までには帰ってこいという厳命でしたけれども、強いて12時守らんでおこうと、僕たちは最後かもしれないと、おそらく死ぬであろうと、最後の別れを家族とやっておこうと、だから思い切り別れを惜しんでよく話し合ってこようと、
いうことでしたから、そして手ぶらである、食料持ってない、それで、兵舎に、いわゆる円錐形テントの兵舎に戻っていた。そこで待っていたのは3名の下士官と兵の3名でした。手ぶらで帰ってきた防衛隊の隊員に兵たちは怒った、ものすごく怒ったね。そしてついには明日から食料はないと、朝飯昼飯晩飯全くない、だから中松君は炊事場に行って炊事班に、食料はないということを報告してこいと。分かりましたと言って出て行った。そこに行こうとしたら、目についたのが兵隊たちがその防衛隊を叩いて殴っている状況を見ました。立ち止まって見ていると、横に並べて、まあ応対に並べて、一人一人顔を右左ピンとって、はい次はい次と進んでいく。そしたらそこへ日本刀を抜いて肌身のまま駆けつけてきたのが井田千五郎という中尉殿でしたよ。これは教官でしたね。この教官が、我の命は天皇の命であるというのを口走ったりして、したとか訓練を厳しくやった。この人が何事があったかということで、出てこいってみんな出されて連れて行かれたんですよ。私は残されましたね、一人残されて、いたら、みんな連れて行かれていない。でついに私も呼び出されて行ったから、兵隊と一緒に行ったんです。でもう事の次第を聞かれて、私は兵舎に帰ったんです。詳しく話しました。一番力を込めて話したのは、訓練はされていないと。訓練の時間になったら誰と誰誰は3人は海に行ってアサリしてこいと、エビ取ってこい、カニ取ってこいと言って派遣した。そしてまた取ってきたものは自分らの寝台のベッドの下に隠しておいて飯盒で炊いた。このカニやエビを炊く香りというのは非常にいい香りで、どこまでも届くので、この尿類を嗅ぐために嗅ぐたびに我々は波乱に送り返っていたということなども話して、いいものみんないいものは兵が取ったと話して帰ったんですが、大隊長は私は叱らなかった。それからというものは訓練はなしになって、おとなしくなって、毎日この兵隊たちもベッドで寝そべって泣いている状態で、訓練はなくなりました。我々はもう覚悟してみんなで話し合っていた。上官の命は絶対であるという教育を受けてますから、我々はもうおそらく重殺であろうと話し合っているけれども、そこまではならない。しかしこの話は後で聞いたんですが、島中の防衛隊に伝わって、そういうことがあったそうだということに伝わって、しかもそれが非難ではなくてよくやったという評判になって伝わってきていました。しばらくして終戦になった。そういう状態が私たちが言う軍に対する抵抗でした。